アン天風は日本の軍人、小説家、編集者、雑誌、冒険世界の主筆を務めるなどして冒険小説を多く発表した。代表作に太陽はカテリーなど、本名はアン真一。別名義にヒゲの少尉、パラヒゲ大尉、アブゲキロウン、ドトウアン正位、クロメン注意、魔人などがある。ただし、これら別名義に関しては、 川岡潮風など阿武の周囲の人物が用いていた場合もあり、これらの名義で執筆された文章のすべてが安野の,のものであるというわけではない。山口県阿武郡三美村出身。1901年、萩中学校を卒業し、海軍兵学校に入学。3年間の訓練の後に将尉となり、千代田、不装などの乗組員として、日露戦争に参加する。 1906年2月、左足を負傷したことから退職。この頃から文筆で生計を立てようと考えるようになり、冒険小説家の押川俊郎と友人になったこともあって、押川が主筆を務める雑誌、冒険世界で小説や本案を発表するようになる。雨風というペンネームを使うようになったのは1908年からで、 これはいくつかの案の中から押川がくじ引きで決めたものであった。1911年、押川が野球ガイドクロンに関して白文館上層部と対立して、これを退社し、新たな雑誌、武教世界を創刊することになったため、冒険世界の主筆となる。この時、押川や安野の所属していた社交団体、天狗クラブのメンバーには、これが、 安野の裏切りに移ったため避難を浴びたが、後に和解した。冒険世界の主筆は1917年まで、勤めたが、この年、追い出される形で、白文館を退社。武教世界へ移籍する。1918年、武教世界の特派員として、シベリアへ渡っている。この頃のアブについては、その後ハルビンで、新聞、再白理新聞を発行していたことが判明している。 程度で、詳細なことは分かっていない。帰国後、1926年から、少年クラブで、日米未来戦争小説である、太陽はカテリの連載を開始したが、翌1927年、病気のためこれを中断。そのまま回復することなく、翌1928年6月22日に死去。45歳。軍事的要素と、 空中戦艦などの SF 的ガジェット、この二つを特徴にした軍事冒険小説が主であり、押川春郎の影響が強い。長所として従軍経験を生かし軍人の心理などがリアルに書かれている。短所として科学知識に乏しかったためか、SF 的ガジェットに科学的な裏付けの要素が少ない、などといった点が挙げられる。ありがとうございます。